ポッドキャスティングオーヨー TBS ラジオ。コラムの花見この後はコラムの花道。今日のコラムニストはプロ書評家の吉田豪さんです。 TBS ラジオストリームをお送りしております。月曜日2時になりました。コラムの花道、レギュラーコラムニストはプロ書評家吉田豪さんです。どうもです。はい、はいはい、ございます。いろいろ近況が大量にありますよ。なんか不思議なことが、にぎやかな近況らしくて、まず一発目何ですか。宝島社から文庫が出たんですよ。川村香織さんっていうあのミュージシャンの方のヘルタースケルターって本なんですけど、ヘルタースケルター懐かしい言葉。これはあの去年僕が素晴らしいって言ってベスト3ぐらいのやつの本なんですけど、ほう、あの褒めた成果がありまして、あの後書きでインタビューしてくれと言われまして、お僕のインタビューが入ってるんですけどね。おー、そうなんだ。あの、ただ、本自体はこのね、いじめの、あの、すごいハードな話とかいっぱい書いてるやつなんですけど、うん、すごいこう、かっこ笑いの多い、こう、ふざけたインタビューになってますので、ね。あー、そうなんですか。ぜひとも、あの、お安いので。ちょっと待ってください。どこですか、これは。宝島社ですね。宝島文庫。619円プラス税。はい、ほっほー。というのが出ているのと。いうことですよね。出たばっかりですね。あと、インタビューも結構ボリュームありますよね。あります、あります。そう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 。そして、文庫といえば、あの、幻冬舎から出る僕の文庫がついに、入稿ができましたので、あ、じゃあいつ頃ぐらいで、2月ですね。2月ぐらい発売。男気まんじがためが出るんです。まんじがためが。で、それで、あの、朝7時まで入れろみたいに、あの、言われて、貫徹したまま、あの、テレビの収録に来まして、うん。あの、モンド21っていう番組、あの、局でですね、CS の。何 21? モンド21っていう。モンド21。CS の局があるんですよ。はい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 。で、あの、松本伊代さんのキラキラ 80s っていう80年代解雇番組みたいなのが始まるんですよ。へー。今度。で、僕はあの、松本伊代さんの本がいかに素晴らしいかってこう訴えてきた回がありまして、また、ね、オファーが来たわけです。よくその辺を、フォローしてる方いるんだね。いますね。ちゃんとね。ね、本当に。散々言った回はありましたよ。で、本人にもいろいろ直で聞いて、あの、この本でも言いましたけどね、あの、松本伊代さんの本ってミステリーが多いっていう。あの、なぜかね、ゴースライターが暴走して、あの、伊代ちゃんが日本の右傾化について、投げたりとか。あったあったあった。あの、大貞治家の、あの、性教育について訴えたりとかするっていう。それの謎も全部追求してきたりとか。すべて。モンド21というチャンネルは、スカパかなんかで見れるんですか？見れます、見れます。あ、そうなんだ。いつ頃？2月からですね、これも。レギュラーで出ます。それ週1かなんかの番組ぐらいですかね。とりあえず3本撮りでしてきたんですけど、もうフラフラでしたよ、3本撮りで。2本目で完全にもう眠気が襲ってきて。貫徹&それでね、終了が大変だよね。非常に口数減ってましたよ、多分僕2本目。1時間ぐらいあるんですか、それ番組は。そうですね。ああ、なるほど。ということもあったりしつつ。そして、今日はこれから僕あの、GACKTさんの取材ですよ。あ、そう。これも僕はガクトさんがいかに好きなのかって訴えてきた回がありまして、ついに。オファーが来たの？まあ、つかやりたいやりたいって言ってたんですよ。ガクトさんの取材したいと。はいはい、ついに通って。通って。うん。いいですね。ガクトさんのガチンコどれだけ強いのか伝説とか全部確かめてきますよ。スタッフには必ずスパーリングさせるとかな。なるほどな、大変ですね。で、インタビューで言えばあれですよ。そしてもう一個あったのが、あの、先週ちょっと言いましたけど、ニューロティカっていうバンドのあっちゃんってボーカルの人が、はい、あの、大晦日にね、はい、あの、あ、いつも吉田さん聞いてますよ、はいはいはい、文化放送って言われたっていうね、はいはいはい、一発いいだね。あの、こともあったんで、あの、インタビューして、その話突っ込んできたんですよ。そのあの人、実はあの、親のお菓子屋さんをあの、継いでるんで、ラジオをずっと聞いてるらしいんですよ。TBS 大好きで、UUY でも聞いてるし、なんですけども、うん、あの、ストリームはですね、うん、あの、言っといてくださいよって、うん、小西さんちょっとあの、話が難しいんで、ちょっとその時文化放送行っちゃうんですよって。で、コラムの花道で戻ってきますって言ってましたね。なんなんだよ。コラムの花道で本当戻ってくんの？その人。いや、戻ってくる、そうですよ。あ、そうなんだ。へぇということでしたよ。あ、そう、じゃあ今その人は、ね、文化放送聞いてるでしょ。今戻ってきてますよ、こっち。戻ってきてる。頼む、俺、俺、いろいろややこしい人なんだよ。あ、そうなんだ。ちょっと頭悪いんで自分って言ってましたけど。あ、そうなんだ。いや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 。大丈夫、私もって言っといてください。ついていけるよって。いや、吉田豪さんほど頭ついていけないからさ。面白い。ねえ。ということがありました。いやいやいや、なるほど。ええ、ということで、今日はですね、もうお忙しの一週間ですけれども、ね、じゃあ今日は貫徹じゃないから大丈夫です。今日バッチリです。バッチリですか、バッチリですか。まあそんな寝てないですけど、いきますよ。ええ。さて、その今日の本題でございますが。今日はちょっと一足遅いんですけどね、淡島幸男さんの追悼特集をやってみたいと思いまして。これですかね、そうです。お亡くなりになったのがね。ええ、うん。あの、12月20日に亡くなったんですけども、うん、実はですね、僕、
かなり、10月とかそれぐらいかな、本人って出たじゃないですか。ストリームの、広告も入っている。松尾鈴木さん責任編集の雑誌。松尾鈴木さん、ローマ字で書いてある本人っていう本、ね。そうです、そうです。はいはい、はい。あれの創刊号で実は青島さんにオファーしてたんですよ、インタビューを。あ、そうなんだ。ずっと僕が会いたかった人に会いたいっていうことで、はいはい、青島幸男さんやりたいって言ってて。ああ、じゃあちょっとタイミングが。で、結構ね、で、動き出した時に電話したら、実は数日前にちょっと、青島さん倒れて。みたいな。本当に、2日ぐらいのズレだったんですよ。ああ、でもギリギリなんだ。ギリギリでしたね。ははで、間に合わなかったって。もうちょっと早かったね。そっから入院されちゃったんで。青島幸男さんはじゃあインタビュー直接したことはないんですよ。ないんだ。で、前にも、かなり前ですけど、青島さんの本がいかに素晴らしいかって一回やったことありまして、66年に出たデビュー作、ザマー見上がれっていう青春出版社の本。これがデビュー作ですか。これが異常な過激さ。もうね、下ネタ全開。下ネタ全開。まあ、世界のね、ギラギラしたものを全部出してる。まあ、ざまあ見やがれですからね。ざまあ見やがれですか。もうね、女に振られるやつは大バカ者よ。セックスはおっぴろげてやろうと。大腹吹いてでっかく生きようとか。なんかもうギラギラしたエピソードだらけの。まあ、でも60年代のなんかさ、こういった文化人っぽい人ってみんなこういうこと書いてたね。エッチがどうだとか、セックスがどうだとかね。なんかこの同じブランね、青春出版社とかからって。青春出版系だからそうですよね。で、大好きだったんですけど、まあ、正直ね、晩年は、結構パワーダウンしたようなイメージがあったじゃないですか、青島さんって。まあね、都知事終わってからはちょっとね。と思ったんですけど、実はこれが亡くなる直前に出た最後の本だと思うんですけど、2006年12月7日初版発行になっている岩波書店から出た、ちょっと待った青島だという。ちょっと待って、岩波が青島幸男の本を出す。出す。しかもかなり軽い。市長を恐れずに外に出ようっていう。すごいな。全然岩波っぽくない。まあ一応ハードカバーであるんですけどね。で、岩波で1100円ってすごい安いよね。安いですね。岩波ハードカバーで絶対高く取るからね。新書のハードカバーみたいなやつなんですけど。これが素晴らしかったんですよ。あ、そうなの？このデビュー作、ザマー見やがれを現代風にアレンジしたような感じですね。2006年バージョン。下ネタは減ってますけど、ギラギラしてるのは全然変わんないです。変わってないの？うん。へぇ。そうです、そうです。素晴らしいです。まあ、自伝なんですよ、要するに。自伝、まあ、自伝ですね。語り下ろし自伝みたいな感じだと思うんですけど、ね、うんうんうん、だからもう、ね、ちょっと、もともと視聴者の胸ぐら掴んで、人に決められた通りの人生を歩んで、本当にそれでいいのかと言いたいがためにコントを書き、で植木仁さんの曲を 作すれば無責任という言葉も、人を縛りつける会社主義を揺るがそうとして作ったとか、ああ、なるほど。そういうような、まあ、本当反権力な本なんですよね。種明かしっぽいんだね。俺は権力が大切なのが大嫌いだ。うん、議員になっても俺にとっちゃバッチなんざ菓子のおまけと変わらねえよとか。ああ、お菓子のおまけとね。なるほど。で、総理に喧嘩裏、マスコミと一緒になって世間を賑わす。あんまり派手なことしたせいで、うん、テレビの仕事は叩いちゃうし、ラジオも外されるし、で、相当な圧力がかかった。ほうん。で、そうなの、やっぱりこれ。らしいですよ。これは初めて聞きましたけど、ね。初めて聞きましたね。ご本人の口から言うんだから、嘘じゃないでしょうね。圧力かけられてどうしたかっていうと、すべての食い口叩いちゃったわけですよ。ほう。で、しょうがないっていうんで、中野ブロードウェイにスパゲティ屋を開店するんですよね。はあ、はあ、そういうことですか。食い口を。へえ、も、楽すために。そうです、そうです、そうです。うん。で、続いて小説書いて、直木賞ね、宣言通りにダッシュしたりとか、そういうことがずっと書いてあるんですけど。マスコミと一緒になって世間に合わせて、やっぱつまり権力に喧嘩を売ったおかげで、テレビとかラジオ。干されたらしいですね。あれが、あ、そうなんだ。干されちゃった。へえ、いろいろやっぱり、陰陽にやっぱり大変なんだろうな。そもそも議員になったきっかけっていうのも、番組やってて、スポンサータブーとかをいろいろ知っていくにつれ、うん、これはいけないと思って、うん、そういう問題を根っこから正さなければいけないみたいな感じで。それは動機なの？らしいですよ。へえ。全然知らなかったですけど。あ、そうなんだ。ええ、そういうことなんかテレビで言った試しはあんまりないね。テレビでは言いづらいでしょう。そうで、またスポンサー多分。あ、そうか。CS はないもんね。僕ら、あれみたいに。テレビ噂の真相はね。噂の真相はないもんね。はい。で、まあ、年になったぐらいから、昔の仲間にバッシングされちゃったわけですけど、うん、まあ、今ちょっとありますけどね、本も。この変節の人。変節の人。あ、かつての同志が告発する青島幸男の正体とか。井上久志、永禄世、大橋巨泉の推薦とかね。かつての仲間たちに本当に叩かれていたわけですよね。それで推薦しますと、イエスマンになり下がった青島とはどんな男か。矢崎さんといえば話の特集の編集者なんですね。はいはいはい。それぐらいなった青島さんがそういうのに対してどういうふうに受け止めていたのかっていうのが初めてこれで分かったんですよ。まあ、我に品八個与えたまえとか、結構後半からそういうのがどんどん出てくるんですけどね。年博を中心してから辛かったっていうことで、
で、日本の社会ってマスコミで騒がれてるやつとか、失態をしてかしたやつに対して妙に陰湿になるところがあるね。うん、とか、まあ、なんかいろいろ、あ、辛かったんだな、みたいな。辛かったんだろうな、ね。でも、俺にとって人の噂とか、人の目に自分がどう映るかなんてことはどうでもいいわけよ。うん、だって俺は俺を生きてるんだから、うん。俺は人のために生きてるんじゃなくて、俺のために俺が生きてるんだぜ。人が俺について何を言ったって、俺はそこでは生きてないから何と言われようとお構いなしなわけよ。っていう、かっこいいんですよ。かっこいいね。なんか、ね、もうこれなんか、おじいちゃんが書いてるような文章じゃないよね。そうです。なんか本当俺が何とかなんだぜとかなのよとか。なんかちょっとロッカーが書いてるような感じだよね。ギラギラしてんですよ、文体が。で、俺自身世間から叩かれたことはあったけど、うん、そんな時は抵抗もせず、喧嘩もせずに全て受け入れるんだ、うん。そうすると、いちいち人から言われたことに怒るなんてことはなくなるんだよ。っていうね。まあ、叩かれましたけど、実際。なるほど。あの、病気されて、ほら、あのね、都知事辞めて病気された時に出てくるニュースってのは、なんかほら、家族が支えて、それもって癌をなんか克服しましたみたいな、なんかその美談系の話しか出てこないですからね。こういった彼のギラギラしたところってあんまり出ないもんね。そうなんですね。だから本当にギラギラしてるところを読みたいんだったら、本当、ざまあ見上がれなんですよ。ああ、これはね、青春プレイブックス。それは、あの、千田光夫さんの人生に大きな影響を与えた本としても一部で有名で。そうなんですか。あ、そう。千田光夫さんがこれを読んで、芸能界入ろうとかね、何かやってやろうと思って。ああ、なるほど。じゃあ、挑発の書なわけだ。で、千田さんの著書に、その、青島幸男さんの本で影響を受けたって書いてあったんで、僕は千田さんのインタビューにこれを持ってったら、うん、これですよ貸してくださいって言って貸したっていう。ああ、そうなんだ。人生に影響を与えた一冊。本当にいいですよ。これは、うん、あのね、平凡な人生、クソくらいだ、うん。ね、かっこいいぐらいそれでいいんだよ、うん。とかね、死にたい人には死んでもらおう。うん。千鶴でも書いた方がマシだとか、そういうことしか書いてない本なんで、ね。うん。でも、ね、例えばその中にね、ざまみやがりの方にはこういうふうに書いてあるんですよ、うん。何かね、世俗的な出世欲に駆られて、そのために生きてる、なんて男がすごく好きなんだ。うん、今でも俺、見え坊で、成功型の人間なんか好きだね。達観なんかできねえんだから俺は、うん、なんだってうまいもん食いたいしね、いい女と寝たいしね、いい車が欲しいしね、うん、いい仕事してみたいしね、うん、とにかく対象前にして自己主張していたい、うん、青島幸男がここにいるんだ、おいみんなこっち見ろ、俺がここにいるのをみんな知れっていうような態度でいきたいんだっていうね。まあ、これ何歳ぐらいですか、だから60年代の青島さんって、やっぱり30とかそんな感じ。33歳ですね。ああ、やっぱそのぐらいなんだ、女の話、うん、本当すごいですよ。あ、そう。うん、へえ、ちょっとなんかありますか、具体的に。あれですよ、確か、あの、お兄さんの婚約者に惚れちゃったんですよね。え？確か。あ、本当に、とか、そう、俺の女房は本当は他人の嫁さんになるはずの人だったんだ。その他人っていうのが、俺の兄貴なんだからしまらない話さ。ああ、そうなんだ。ああ、じゃあ結局それ、あれなんだ、それ、まあ、射止めて、ゴールインしたと。なんか、あの、体悪かったんですよね。和島さんってもともと結核とかでずっと寝てた、寝たきりで、はいはいはい、あの学校にも行けないでみたいな、でしょうがないからあの原稿とか書いて、あの放送作家になっていくっていう。あ、それなんかコメント出して言ってたね。そんなところに健康で明るい18歳の娘が来る、うん、時は夏場だよ、うん、清水一つで枕元うろうろ歩き回るしょうがないよねっていうね。しょうがない。お兄さんはどうしてたんだろうね。いや、問題になりますよね。なりますよね。また素直なんですよ。ね、俺の場合は今の亀さんと会った瞬間、純粋に、ああ、この女と寝たいなとしか思わなかったわけよ。だから、俺の彼女に対する愛は全く肉腹から始まったんだよねって。そんなこと告白してどうするんだろうと思うけど、やっぱりなんかこう、洗いざらい告白したいっていうことかな。でしょうね。うん、いや、面白いだよ。面白いですよ、うん。お兄さんがちょっと心配だけどね。どういうあれなのか、ね。家族で結構ね、ギクシャクしますよね、これ絶対。普通はちょっとそうだよ。華麗なる一族だな、それ。婚約者に手を出しちゃったっていう。あ、そう、なるほどね。あと、なんか、苦節10年っていう言葉は、なんか、嫌いなんだって。そうですね。もう、いかに苦労しないかっていう。うん、だからね。音楽業界でバカリしてた A6 スケを1年で超えると胸に誓って、うん、この歌を書いて世界を仰天させたいって思いで、スーダラ節をヒットさせたとか、全部宣言通りなんですよ、この人の活動って。直木賞もそうだったし、そうね、直木賞も一作でだからどうやって取るかっていう、うん。あ、なんか先に言うんだってね、次直木賞取るぞって出版社の人に言うんだって。都知事も宣言してたしとか、そう。すべてが宣言通りなんですよ。はこの人。うんうん、だね、あとなんだっけな、その、まあ、歌作るときも、ね、うん、私の素敵なお母さんなんて歌は死んでも作れねえよ。お風呂なんてのは親父の色じゃねえか。くんず怒らず大汗かいて、その果てに俺なんかできたに違いねえ。なんて歌しかできねえ俺には、とか。まあ、余計なことしか言わないですよね。ロアク主義というか、なんというか。まあでも、ね。だから映画作ったこともあるんですよね。鍵っていう、はいはい、まあ、企画、監督、脚本、主演、ね、作詞、作曲。話題になりましたよ、当時はね。66年の、うん。この時もとにかく大ぼら吹くのよ。黒崎らは芋だとか、大島渚がなんとかだとかさ、うん、っていう。うん、だから俺らはその時は、まあ、いや、冗談じゃなくて言ってやれよっていう。
気にしないんですよね。すごいね。あの、そういうポジションだったのかな。でも、まあ、当時から黒澤明監督はビッグだし、うんうん、大島渚、だから朝まで生テレビの前の大島さんなんてのは、ギャグれない状態だったからね。はいはい、パロれないからさ、あれ80年代から大島渚が変わったけど、それまで、笑っていい人になりましたからね。そう、笑っちゃいけない人だからね、はいはいはい、同じぐらい。うん、でも、そんだけギラギラしててね、なんか、スーダラなイメージありますけど、うん、実はすごい気にしいなんですよ。それも書いてあるんですけどね。何を気にするの？実はだから、本当に何か言われたら、ものすごい気にする人らしいんですよ。あ、実際は、うん、うん。悩んじゃう人なんだけど、うん、それがもう、たまりにたまった瞬間に爆発するっていう。で、たまって、いつも普通の人以上に余計なことしちゃうっていう。それの繰り返しらしいんですよね。まあ、才能がある人だからな、何やってもね。うん。で、ね。僕本当にこの人余計な喧嘩ばっかりじゃないですか。最近読んだのこの、はい、だから巨人ファンはバカなのだとか。あ、その本あんの？出しますよ。これいつ、うん、ゴマブックス、これいつですか？これは70年代でしたね。70年代に76年。76年、巨人ファンはバカなんだっていうことって結構勇気いると思うよ。いますよね。今だったらさ、ね、違うだろうけど、これ、まだ一応、巨人逮捕玉焼き的な時代のオーラがあった時だから、うん。冗談なんですけどね、巨人ファンは水虫ファンだとか、まあ、僕で言うの。一応そうなってんだ。ひどいことしか書いてないんですよ。うん。まあ、それなんで？まあ、なんか昔から野球は嫌いだったらしいですよ。このザマー宮川の頃から書いてますね。なんだっけな。スポーツ全般が嫌だ。野球ファンってのはバッカだねとかね、ずっと書いてますよ、空気がもったいないとか、そんな奴らのための。ほー、なるほど。なんかやっぱり実際なんかのファンで、人のことを応援するんじゃなくて、この人ほら自分のファンじゃない。そうなんです。だから言ってます。ね、だからそういうところがあるんじゃない、俺は野球選手に限らないけど、誰かのファンになるって気には点からなくてね。大体俺は誰も尊敬しねえしね。俺は俺自身のファンである以外にねえわけだから。とにかく俺にかけた分も誰かのファンであることで補うなんてバカな考えはねえわけだ、俺にはっていうね。だから徒党なしてとかみんなで一緒に何かを応援したりどうこうとか、そういうのってものすごく嫌うタイプなんですよね。おそらくね、だから一緒に酒飲みに行くとかも、あまり好きじゃないとか言いながらも、でもスタッフとは飲むとか言って、ね。あ、そうなんだ。そうなんだ。それは断らないけど。やっぱり当時の、会社主義、サラリーマンの典型的な、その、団体行動っていうか、こういうのに完全にやっぱりね、アンチテーゼを出してた人だからね。だから友達も少ないとは書いてましたね、最後の本にも。そうなんだ、ね。一匹狼の美学。うん。だからまあね。だそこのところの生き方自体を本当に貫いて生きれる人ってなかなかいないじゃない、普通なんかねヘルメットかぶってても挫折して別のことやったりとか、なりますよね、必ず違ってくるわけだよね、晩年の最後の本でこんだけギラギラしてたのには感動しましたよ。全然ブレてなかったって、誤解してましたって、それは普通なかなかできないことだもんね。むしろだってぶっちゃけなし巨泉さんとかのがブレてるじゃないですか。その子の人生で言うと、大島教授なんかブレてないですよ。ああ、なるほどなるほど。言ってることは。巨泉さんはいきなりそれで政治家になっちゃって、まあ、その時点でちょっと俺はブレたかと思って、それまたすぐ辞めるところがまたね。そして僕がインタビュー行った時に、昔のそういうね、あのやんちゃな話は出さないでくれと言ったりとかっていう。ああ、そうなんだ。ドラッグやってたとかね、マージャンでイカサマやってたとか、そういうの出したくないんだよって。ああ、そうなんだ。否定すんのよ、そうよ、そういうのってなるじゃないですか。はあ、はあ、はあ、これはちょっと、あれだよね。まあ、違いが大きいところですね、そしたら。青島さんはそういう人生を歩んで、まあね、晩年いろいろ大変だったからね、ちょっと、かわいいね、と思ってたんですけど、この本でこう書いてあったんですね、その、ちょっと待った青島だの方で。つくづく俺は幸せな人間だなって思う。俺はすごく自分に忠実に生きて、その生き方を開花させて、俺が客観的に青島幸男を見たら、羨ましいと思っちゃうんだろうな、そのくらい幸せだよって。でも最後の本でそんだけ生きてくれてよかったですよ。これまさにあれじゃないですか。典型的でマイウェイのバイス・フランク・シナトラのあのセリフと同じだね、それ。ですね。なるほどね。フランク・シナトラっていうか、これシドビシャス版、ね、マイウェイっていう、ピストルズな匂いもするのがいいですね。なるほど、シドビシャス。なるほど。という切り方の青島幸男ということでございました。本日のコラムニストプロ書評価、吉田剛さん、ありがとうございました。ありがとうございました。明日はアメリカから町山智弘さんです。コラムのあん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 あ